2枚目のアルバム出してからもう何年も経つんだけど、また先月ね、ゴルフ会社になっちゃって、で、今度は、消え物してここ買いんだけど、東芝 EMI っていう会社に多分なんだけどね、はい、入ると思うんで、で、いろいろ、まあ失敗だけだけど、3月の、来年の3月ぐらいには、3枚目っていうか、新しい、意味で、パートのつもりで、いいアルバム作ろうと思ってるんだけど、どうかで3枚目のアルバム出るので、今までとはまたちょっと感じ違って、すごい、今までもかっこいいんだけど、またより一層、かっこよくなってるんで、なぜですね。そんな感じで多分入る曲なんでってよく思ったんだけど、ロックンロールっていう曲。Thank you.
Thank you.